東京郊外にある町、ビロード町。この町のビロードウェイと呼ばれる通りは、多くの劇団が拠点とする演劇界の聖地となっている。この町で日本一の劇団を目指し、日々切磋琢磨する満開カンパニー。劇団員はかつての栄光を取り戻すため、今日も有楽町のとあるスタジオで稽古に明け暮れるのであった。監督、俺たちを咲かせてください。満開ステージ M3 ラジオ。惜しかったな。惜しかった。もうただならぬ緊張感の中、髪散らかしてしまいました。いや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 、すごい素敵でした。いや本当に。というのも今回、改めて自己紹介させていただきます。今回稽古に励むのは、夏組ゆりかわゆき役宮崎優斗、秋組古市咲代役藤田玲です。はい。さあ今回も有楽町のスタジオからお送りいたします。はいね、優くんと二人でお送りするのでね。いやもう楽しみしかない。本当ですか。これはもうね、新年ね、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。収録の時はね。はい。いやなんかもうゆうくんに会ってすごい僕は癒されました。いやとんでもないです。もうレイさんとサシが初めてなので、確かにこのレイの感じたことない緊張感の中、なんで別に取って食ったりしないよ別に。はい。ちなみに前回の出演っていつだったの？僕は去年の7月19日に中村太郎と神田さんと、あ、そうなんだ、はい、放送させていただいたのが、どんな回だった？もうなんかいろんな色がはちゃめちゃに浮き上がってきて、よくわかんない人がめっちゃ独特の表現だな。いろんな色がかっけえな。俺も言おう。レイさんは？僕はですね、去年の8月23日ですね、流儀とトッキーと一緒にやらせていただきました。確かね、100回目の記念のおめでたい放送で、もうそっからもう今回121回目ですからね。早いものですね。早いものですね。時の流れは恐ろしい。レイさんと久しぶりにお会いしたのが、最後にお会いしたのがフォーシーズンズライブ2020だったんですけれども、楽しかったね。楽しかったですね。もうシャッフル稽古がめちゃくちゃ楽しかった。ウォーターミーどうでしたか？いや。あんな難しいことしてたんだ夏組って思いましたね。本当ですか。特にだってあれをさ、リアルに優がやってる時って、はい、とか夏組のみんながやってる時って、俺まださ劇団員じゃないから。あ、そっか。そうそうそうですよね。なんかこんなに苦労してたんだなって思いました。レオ君には出せないレイさんの魔人が。いや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 、もうだってもうあんなアクロバットなんてできるわけないじゃん。どうするってなったらもう盾するしかないんだよ。いやいやいや、もう全然ですけど。どうだった逆に？ピカレスクももう本当にもう感情作りからなんか本当にストーリー性のあるお話だったので、すごく楽しくって最後にはやっぱステップが、あのステップね。中村の技で。これ言っていいのかな、なんか。宮崎優様のあのステップの稽古だけあったよね。ありましたね。めちゃくちゃね。もう人より一段階早く稽古始まりましたからね。いやでもまあまあ、あのステップはしょうがないよ。いやなんとか本番で。本当にあれはね、なんか難しいのがついた時に、僕らも最初唖然として、なんだこのステップはと。ダンサーがやるやつじゃんって、できるわけねえだろっていう空気を俺が出したにもかかわらず。俺が出したにもかかわらず、マジで謎の稲垣誠也が、いやこれむずいんですよ、やりましょうみたいな。ラスボスを倒すかのごとく。なのにあいつが一番最後までできなかった。誠也さんらしいですね。そうそう。でもね、なんかそんな感じで秋組のねポーさんもね。はい。でもあれレオやっぱうまかったね。半端ね、もうアレンジなんて加えてしまって、もうレオ君の色気ムンムンに引き立ってました。でもなんかあのメンバーだからこそできたピカレスクだったなと思って、すごいもう一回やりたいなと思いました、見てて。本当ですか。はい、俺もウォーターミーいつか夏組でやりたいと思いました。はい、素敵な回でした。さあ、今回はね、はい、監督からメッセージをいただいているので、それにお答えさせていただきたいと思います。はい、じゃあ答えよう。満開ステージ A3 ラジオ。満開ステージ A3 ラジオ。この時間は出雲野の源内製薬がお送りします。満開ステージ FM93AM1242 ラジオ満開ステージ A3 ラジオ。この時間は秋組古市咲夫役藤田玲斗、夏組瑠璃川幸役宮崎優の2人でお送りいたします。イエイ、はい、はい、じゃあ早速ね、はい、メールを紹介したいと思います、はい、じゃあ僕からいきますね。はい、はい、ペンネームカピさんです。カピさん、はい、カピさんありがとうございます。私はマスクをしていると口元が見えない安心感から、はい、外出時にイヤフォンで聴いている曲を口パクで歌うという癖があります。おー、なるほど。今まではマスクをするのは花粉の時期だけでピークが終わって何もつけていないのに、うん、癖が抜けず、それをやってしまい、周りの人に、怪訝な顔をされ恥ずかしかったです。皆さんはついやってしまう癖で恥をかいたことはありますか、ということで、まあ、みんなねいろいろ癖はあると思うけど。そうですよね、もうこのご時世ならではの悩みというか、でもマスクの中で確かに歌口ずさんだりとか、はい、セリフ言ったりとかするよね。 ありますか。あるあるある。もうなんか俺もなんか電車の中ですごい俺だけ変顔してる、なんか優越感とかなんか浸ってたこと変顔してるのに優越感があるの、はい、なんかすごいねそれ。こんな真面目な状況なのにめっちゃ俺ふざけてるみたいな謎の高揚感を味わえるのは、うん、それはなんか新たな楽しみ方だね。そうです。もうレイさんもぜひ一度試してみてください、はい、でもなんか、はい、今ね寒暖差がすごいじゃないですか。 そうですね。そうすると鼻水出るじゃん、はい、でもマスクって容易に取れないじゃんみんなの前で。そうです、ね、だからちょっと鼻水放置するよね。あ、すごい小学5年生のようなそうそうそう、あれはねなんか、はい、うん、今ならではだなって思うけど。確かになんか癖ある。癖ですか、なんだろうな。癖か、癖はまあ自分で分かんないんだよね癖ってね。確かにね、そうですよね。なんかなんだろうな。でもなんかすごい光くんと牧島の光くんとなんかすごい近しい、シンパシーというか。あ、なるほど。なんか癖をなんか光くんは不安になると胸元をなんかずっとグイグイやってるよね。グイグイやるって、うんうん、なんかあの気持ちすごいわかるんですよね。なんかあとトントンするじゃん。あ、胸元をトントン。俺本当えぐれるからやめた方がいいよって何回か言ったことある。ちょっと赤くなってそうですもんね。トントンしすぎて。逆になんかゆうくんはこうなんかチャキチャキ動くじゃん。あ、確かなんか体が固まってしまうんですよね。なんか世間様に出てるとなんか程よく関節が固まってきてしまって、うん、いやいやでもなんかあれがもっと大きい塊になり始めたら C3PO とかできそうだよね。確かに目指すべき目標がレイさんのおかげで、ね、いやいや目指さなくていいでしょ真っ金色だけど2021年は C3PO を目指していきたいと。おかしいでしょ、はい、そんな合わせなくていいですよなんだろう、なんか俺のこと見てなんか癖とかってあるかな。レイさんの癖、髪の毛はすごい癖っ気だけどね。あ、逆のニュアンスの癖っ気がレイさんの癖を探す年にしたいと思います。ちょっと癖が見当たらなすぎてでも俺一つ言えるのは、はい、みんなのダンスの練習量を見る癖がつきましたね。特にライブのせいで。だって僕らほらダンス苦手組としてはさ、はい、すごく辛いじゃん。そうです、ね、だけど、はい、みんながさ先にやっちゃったりさ練習しちゃうとさもっと追いつけなくなるじゃんだからもうできるだけ目をもうギラギラさせながらやってねえだろうなっていうやってたら言って違う話題振って阻止せねばぐらいな、はい、なんかそれはね一個できた癖ですね。なるほど。 A3 でできた癖です。俺すげえ性格悪い人みたいじゃないですかいやでも本当にレイさんなんて言うんだろう、なんていう本当にすぐ入る人いるじゃないですか。そうなのよ。なんかレイさん本当に次の日になったらもう、うん、あんだけ苦戦していたレイさんがもうスッて入れてきてるんでやっぱそこはプロフェッショナルだなって感じるんですけど。いや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 、もうあんな練習とかしなくて大丈夫だしという体でね、もう本当にみんなにお世話になってますけどね。こちらこそ、うん、ですかね。ちょっと癖からはずれちゃいましたけど、じゃあ、はい、もう一つお願いします。はい、読ませていただきます、はい、ラジオネーム住所忘れないさんからです。住所忘れないよね。はい、うん、最近すごく寒くなって我が家の夜ご飯におでんがよく登場するようになりました。いいですね、低カロリーですね。皆さんが好きなおでんの具材は何ですか？私は卵と牛すじです。あ、牛すじ入ってくるんですね。なかなかおしゃれな感じで。おしゃれですね。ちょっと大人な感じしますね。確かに風味が出て美味しい。だって牛の筋ですからね。確かにちょっと高そうな。筋好き？筋は好きですかね。筋についてあんまり深く考えたことなかったんで、首筋とかさあ、そういう筋そっちの筋はそうですね。でもなんかすごく魅力を感じる人間の、やっぱ筋っていいよね。筋はいいですね。俺も筋は好きだね。はい、大丈夫ですかね。はい筋、食べ物のレイさん、具材は何ですか、好きですかって。はい、そうですね。でもなんかすごい俺普通なんですよね。同率1位で、はい大根と卵っていうのはやっぱ間違いないというか、普通すぎてなんか逆に俺言いたくないもん。あ、確かに。あと、あ、でも餅巾着とか入ってくるのいいですね。スープが入ってる感じがすごい好きですよね。そうそうそう。え、逆に言うわ。俺は昆布がやっぱり味があれ、彼によってそのおでんの力量が測れると思ってて、まあ彼が一番出し出してる。そうです、一番の多分縁の下の力持ちというか、はい、彼が全てのおでんを物語ってると思うんでじゃあ出汁が、あ、出汁じゃねえや、昆布が美味しくないおでんはもうおでんとは呼べない。あ、もう言語道断、それはもう聞いてたああいう子面白いな。ああ好きだな。兄さんと一緒にやれて楽しいです。俺、いやもうお兄さんもすごい嬉しいです。本当に。え、ちなみに2位はなんだろうな、ウインナーですかね。ウインナー、はい、やっぱりそそり立ったようなそっちの方が大丈夫なの。逆に大丈夫、そそり立ったって何。いや大丈夫ですよ。はい、何も、はい、そんな、はい、ソーセージか。あんま、じゃあ今度食べてみようかな。ぜひ、あんまりお酒に合うような具材とかがやっぱり。そうだね、なんかまあそうかな。まあだから牛すじとかも好きだし、あとはちくわぶとか。いいですね。そうだね、なんか好きなのはそうかな。なんか地方によってはきりたんぽ入ってたりとかっていうところもあるし、あ、ちなみにお出汁は関東風のが好き。え、それって違いあるんですか。なんかほら味噌入れたりとかする地方のもあるし、名古屋とか。え、全然もうおでんは1種類しか。あ、そうなんだ。コンビニとかのおでんでも味噌くださいって言うと味噌くれたりとか。これお得なこまめ情報ですね。そうそうそう。味噌風ちょっとチャレンジしてみたいと思います。途中で味変するために。あ、いいですね。いいことを教えていただきました。レッサンに。大丈夫か。大丈夫かな。はい。すみません。大丈夫ですか。はい、大丈夫ですか。じゃあ以上でメール紹介のコーナー。本当に良かったって思う放送ですね。はい、はい、引き続き監督からの質問をお待ちしています。どのキャストが出演するかは直前までわからないので、キャスト全体への質問を送ってください。満開ステージ A3 ラジオ。新春出雲のクイズ。イエーイ。今回はぜひ監督ちゃんも一緒にやってみてね。では問題です。あなたが道を歩いていると、前から赤澤さんが歩いてきました。おやおやおや、しかし私にはわかりますよ、ともるくん。何ですか。その赤澤は肩幅が大きい赤澤です。さあ赤澤さんが褒めてくれたのはどこでしょう。いやー、でも僕だったらやっぱ女性の全てを褒めますからね。1番髪、2番香り、3番指先、4番マスクで見えないけど心の目で見た唇。これは4番だ。亮太郎も監督ちゃんも全員正解。けどどういうこと。みんな正解だったので、髪を選んだ人にはヘアミスト、香りの人にはハンドクリーム、指先の人にはネイルオイル、唇の人にはリップクリームをおすすめします。もらえるわけじゃないけど自分の力で買うならそれはそれでいいだろう。ということで、出雲のでぜひ恋を叶えてね。満開ステージ A3 ラジオ。満開ステージ A3 ラジオ。この時間は出雲の源内製薬がお送りしました。FM93 AM1242 東京有楽町にある日本放送からお送りしてきた満開ステージ A3 ラジオ、エンディングのお時間でございます。あっという間でしたね。あっという間の回でした。いや、やっぱり期待通りでした。すごく楽しかったです。僕緊張したんですけど、リタがいっぱい笑ってくれたので。緊張しないでください。俺幸せっす。もう俺も幸せです。本当にこんなに多分今年一番今のところ幸せランキング入りました。暫定1位をキープできるように。いや、俺の1年どうなの。この先暫定1位だったらよこれが。あと9ヶ月粘らないといけないんで。そうだね、はい、人間力上げときます。いや次もね楽しみたいと思います。はい、お願いします、はい、お願いします。番組ではあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスはすべて小文字で msa3@allnightnippon.com msa3@allnightnippon.com です。3は数字の3です。番組の感想や出演者への質問を募集しています。キャスト全体への質問を送ってください。番組のツイッターアカウントは msa3_radio です。番組でメールが読まれた方、番組のツイッターアカウントをフォローしてハッシュタグ A ステラジオでツイートしてくれた方の中から抽選で番組公式ステッカーをプレゼント。メールには名前と住所を忘れずに書いてください。番組ホームページではスタジオの写真はもちろん、これまで放送した番組もアップされています。 A3 ラジオで検索してご覧ください。はい、それでは告知です。 OK、 告知いっちゃおう。いきます。戯曲本スプリング2019とサマー2019に続く、うん、オータム2020ウィンター2020も発売中でございます。読みたいね。はい、ということでね、詳しくは満開ステージ A3 のオフィシャルサイトやこの番組のホームページをチェックしてください。はい、ということで今回のお相手は、うん、夏組瑠璃川幸也君宮崎優と秋組古市咲夫役藤田玲でした。バイバイ。